はい、それでは市川由紀乃さん渾身の新曲心重ねてレッスンしてまいりましょう。この歌はですね、最初にちょっとガツンと当たりの強いところがありますので、歌い出しというのは誰でもプレッシャーかかります。ですので、愛をください、ここだけしっかり歌えるようになっておくと、もう披露するときにとても心強くね、自分の中で迷いなく歌えますので、まずここをマスターしてください。3、4、4、愛をください、ね、ここだけしっかり歌う。で、この歌全体通してのポイントでもあるんですけれども、1、2、3、4って数えたら3、4、あって出ないんですね。3、4、うん、愛を、次もそう、うん、ください、次も実はそう、小さな愛を、ね、頭でちょっとこうなんか寸止めされてじらしてからこう出る感じがありますので、慌てずに落ち着いて心を構えて、しっかりそのうんっていうちょっと突っかかるようなお休みを、自分のものにしてくださいね。じゃあもう一回ね、ここね、皆さんと一緒に行きましょう。愛をください、行きますよ。1、2、3、4、うん、愛をください、ね、小さな愛を、愛をください、ガツンといけたら、小さな愛をはちょっとほっとして、力を少し抜き加減で歌っていただいてもいいと思います。愛をください、小さな愛を、このここまで歌う中でですね、メロディーラインで愛をください、小さな愛を、一つなだらかな山の稜線を描くようなつもりで歌ってください。上りはちょっと頑張る、下りは少し楽にというところですね。さあ、そこまで歌ったら次、やっぱりうんってちょっと突っかかってお休みしてから出ます。愛を、2、3、4、うん、寒い心に明かりを一つ、ね、ちょっといつもなんかこう突っかかりながらお休みが半端なんですね。数えるほどのお休みではありませんがね、スルッと次のフレーズ、スルギのフレーズと、どうしても気がせいていますと早くなってしまいますので、前半ここまでは心しっかり落ち着かせて、ちょっとね、周りの広い大きな景色を見るつもり、足元だけを見てるとつまずきますのでね、ちょっとどっしり構えて視野を広く持つような、そんな感じで歌っていってください。その次、うん、今は冷たい手のひらに、ね、ここもやっぱりうん、今はずっと続いていきますね。で、明かりを一つまで歌いました。そしたらちょっと気持ちをリフレッシュさせて、今は冷たいからはちょっと軽く歌ってください。はい、軽く、うん、優しくって言ったらいいんでしょうかね。今は冷たい手のひらに、ちょうど自分の手のひらを見つめるようなトーンで歌っていただければ、ね、声大きくなくて結構です。今は冷たい手のひらに、ちょうど自分の手のひらを見つめながら、そこに声を乗せるようなそんなイメージで歌っていただくと、ちょうどいい感じ、優しい感じで歌えると思います。頑張りすぎないようにしましょう。次、うん、春がひとひら芽生えたら、ね、で、その次、何もってサビが来ますので、春がひとひら芽生えたら、まあ、芽生えたらあたりちょっと次行くわよって心の中では準備しますが、春がひとひら、ひとひらじゃない、ひとひら、とても柔らかい言葉が並んでますので、ここもそうですね、お顔で言ったらちょっとニコってしながら歌える感じ。今は冷たいから、春が、春がひとひら、ね、可愛い顔して歌えるようにしてください。ね、それがポイント。軽いところはしっかり軽く歌ってください。芽生えたら、で、この芽生えたらのらの字を絶対伸ばさないこと。伸ばすと何が起きるか、芽生えたら何も
遅れます、遅れます。ですからラはラって置いたらもう前見る、次見る、そんなつもりで。芽生えたら準備、何もいらないね。何もいらないというのは遠くへ向かって高い、うん、高くて遠くへ飛ぶ球を投げるようなつもりで、何もで手からボールを放つような感じ。ちょっと自分の目線遠くに見合って歌ってあげると声の球がポーンと飛んでいくと思います、ね、その投げる準備をするためにも、芽生えたらすぐ切り上げて投げる準備に入ってください。さあ最後、いらない、三四、あなた一筋女ですね。もう終わりだね、あなた一筋女です。まあ、あなたっていいところに出てきますね。私、あなたっていう言葉が出てきたら、特にあなたに関してはね、あなたって書いてるから読んでるだけではなくて、誰かさんのことを思い浮かべて、その人にあなた一筋とね、いうようなつもりで歌ってあげると、歌に、説得力が出てきます。リアリティがね、出てきますのでね、あなた一筋、ね、ちゃんとターゲット決めてあげること、これがポイントになります。ね、女ですはもう安心してね、また、まあ、この辺に眉間にシワを、できてて裂傷してるとしたらそれが緩めるような感じで、女です。最後は笑って歌えるような感じ、素だけでいいですからね、まあ、締めるとこギュッと締めて、軽いところはふわっと軽くして、で頑張るとこしっかり投げてね、そういうものが歌のメリハリにつながってきますので、そのメリハリが整ってくると、もう他のことを何もしなくてもこの歌しっかりいつの間にか歌えているということになってきます。それでは一番通して、ピアノで歌ってみましょう。うってこう休むの前忘れないでくださいね。非常に気持ちよく歌が終われます。心重ねて何度かレッスンを見て練習してお箱にしてくださいね。頑張ってね。